satu lagi kan kamu lagi masih boleh di sini jadi kondisi. Thank you. いい話。なるほどね。いい話。なるほどね。もう Thank you しか分かんなかった。そっちで来たかって。OK です。今日はいつもお世話になっている飯田さんに密着させていただきました。皆さん、なかなか飯田さんと関わる機会はありませんが、どんな方か知っていますか？実は GTN はかなり飯田さんにいろんな作品に携わっていただいているんですよ。はい、今日はどんな一面が見られるか楽しみですね。それではどうぞ。今日はどちらに関わるんですか？今日はですね、GTN の大久保支店に、はい、お邪魔させていただきます。 GTN さんの15周年の、社員のメッセージ動画を今日撮らさせてもらうことになって、いや、とんでもないです、頑張ります。暑い、でも晴れてよかった。最初は後藤社長のメッセージ動画を撮ってくんないか、社長インタビューみたいな、それが最初かな。その頃まだこんな大きい会社じゃなかったような気がしましたね。そっからもう見る見る GTN が大きくなって、僕も実際あの動画を見て GTN に応募しようかなと。あ、そうなんですか？思いました。嬉しい。本当は。あ、来た。あ、大丈夫です。はい。で、それぞれの外国語でってことですか？そうですね。母国語で。母国語で。じゃあ、皆さんこんな感じでやるんだっていうのを、見て、どんどん行きますんで。身振りなんかつけちゃいますか？手振り、手振りを。手を。はい。もう一度お願いします。全世界が私の。もう一回最後カメラ目線でもらっていいですか？しっかりカメラ目線で。ここです、ここです。はい。最高です。皆さんこんな感じで。二十歳の時に僕バンドやってたんですけど、ずっとそのバンドのライブの合間とかに流す動画とかを作り始めたんですね。メンバーが8人いたんですけど、8人が出演するドラマとかを作っちゃって、してそれをなんかね、お客さんでその映像制作の人、会社の人がいたんで、そういう人に誘われたみたいな。企業ものなんですけども、商品紹介とか。最近やっぱコロナであれが多いですね、研修みたいな。実際できないじゃないですか、今対面でできないやつ。それをこうやっぱ動画で欲しいとか、そういうの結構あります。分かりやすくですよね、とにかく誰でも分かるようにするっていう。あんまかっこよくとか得意じゃないんですけど、なんかこう物事分かりやすくするのが仕事なんかなと思います。あとは納期を守る、ね、それに限る、ね、小さい頃は全くなかったですね。中頃、二十歳ぐらいですかね。そうです。僕、今音楽制作と映像制作やってて、音楽の延長線上で始めたみたいな感じなんで。はい。まず GTN は、前田さんが多分 GTN に入社するタイミングってなって、その前から知り合ったんですけども、それで紹介してもらって、GTN もすごいですよね。もうめちゃめちゃ活気があるというか、もうこんな会社見たことないというか、もう外国人が会社に行くと、ワーキャーワーキャーやってて、すごい。このとにかくその GTN の、ね、外国人の皆さんがわーって働いてるあのエネルギーを見せれば、どんな多分日本の企業だってもうここってすごいいい会社だと思うと思うんですよね。だから僕もそういうの動画で伝えられたらなと思ってますね。はい。基本周年関連とか呼んでいただいたりとかしてますね。それでそのまま10周年なの、今回15周年ですけども、で10周年の時にテーマソングとかも作らさせていただきまして、で今御社に僕も電話するタイミングがあると、その自分が作った曲が流れたりしてるんで、あれはちょっと嬉しいですよね。本当に僕も社員に聞いたところ、誰も知らないって言ってましたね。知らない、いいんです、いいんですよ、いいんです、そんなもんなんで。後藤社長ってすごく多分物事を画像で考えてるんだと思うんですよね。口頭で伝えてくれるんですけども、後藤社長がどんな、なんかこうイラストみたいなのを頭に浮かべてるのかなってことを考えながら話聞いてますね。僕の中ではなんか多分図みたいなのが出てるんですよね。だからその図をちょっとずつこうヒアリングして確認していくみたいな感じなのかな。今後はですね、僕動画制作と音楽制作ってやってるんですけど、もう動画ってもうこの近年すごい勢いでこの一般化してきたというか、YouTube とかもあって、だから僕みたいな人間だともう太刀打ちできないんですよね。なのでやっぱり僕ができることって本当とにかく分かりやすく、だから映像と音楽とかがあれば
別に本当になんか説明しなくても、なんか文章だけだと伝わらないことが、もうそれパッと見せ1秒間見せるだけで、ああこんな感じねみたいなっていうものをやるしかないかなと思ってですよね。そのだからかっこよくとかはねちょっともう勝てないですね正直。はい、いやすごいですよ、もうついていけないですよ。まあでも僕がねそういうセンスとかを必死に磨いても、まあそれはしょうがないと思うんですよね。それも助けてもらえば若者に。じゃあすいません今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今からどちらへ？次ちょっとあの大阪の GTN の大阪支店の、はい、ナンバーも歩いてる。ナンバーも歩いてる。じゃあすいません、はい、ありがとうございました。お願いします。お願いします。お願いします。あかん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 、傷つく傷つく。